好きな女を目指して2008年に臨んだんですけど、まあできかけた女になったかなと思うんで、ホテルカフェ誰がしてきました、ね、2009年も結構、まあ、目標って言葉があんまり好きじゃないってわけじゃないんですよ。好きじゃないとかじゃなくて、なんかこれこうなりたいって思って頑張ってると、なんかたまにこうなれなかった自分にすごいなんか今日もできなかったとか、結構そうやって落ち込みやすかったりするので、その日の一日一日のなんか課題みたいなのものを決めて、その日の目標を持ってやってきてて、でそれがなんか1年通して終わった後に、あ、なんか課題達成でき、1日のその課題を達成できることが1年のその全部の目標につながるみたいな感じで今まで結構やってきてたんですけど、なんか全体的に言うとエリは結構なんか緊張しいで、上がり症で、他の誰よりも結構緊張しちゃうんですよ。だからレイナとかあんまり緊張しない子に手握ってもらって、ヘリ緊張しすぎだから落ち着いてって言われて、分かったって言って結構こう落ち着かせてもらったりもするくらいで、なんか余裕を持ってもうちょっとできたらいいなっては常に思ってる目標かなって思います。おはようございます。キカメです。キカメです。キカメさん、4月で芸術劇場じゃありません違います。今日は投げません。やばね、今日はおかっぱ、おかっぱじゃないな、おかっぱの、おかっぱって言わないか、なんかお人形さんみたいな髪型がいいです。ストーンでストーンみたいなやってみたいんですよ。でとりあえず全部長さが一緒で、前髪も重、もうすっごい重めで、そういうのやってみたいです。絶対可愛いです。こう私重めな髪型が好きなんですよ。前髪がこう重めだったりとか、そういうのが好きなんですけど、でもやっぱりテレビとかに出たり写真撮ったりするときに重いと自分が損なんですよ。暗く見えたりするから。だから今は重めにしないから、そういうのがなく何でもいいよって言われたら絶対にそうします。わざわざ10日間か、多いな。どこ行くんだろう。私ね、本当にね、旅行とかをパッと思いつかない人なんですよ。お家にずっといるんですよ。どこなんだろうな。お家に、お家が土台です。本当にもう土台です。それで自分が遊びたいなと思った時にちょっと出るくらいがいいかなって思います。ラストの撮影だよ。バイバイ。いろんなこと、おじぎ30度ではなんかたくさんの出会いとかもあったし、ミュージカルじゃないお芝居を中心とした舞台だったので、なんかすごいお芝居って楽しいってすごい思った舞台で、だから1日3公演とかもあっても全然楽しく最後まで集中力切らさずできたりして、だからなんだろうな、成長したってっていうと、なんか集中力がつきました。体力も同時についたし、36曲もそうなんですけど、すごい長いコンサートだったんですよ。でも最後の最後までしっかりできた自分がいたりして、すごいびっくりもしたりして、すごい36曲きつかったのに、なんかきついだけで終わるライブじゃなかったんですよ。達成感とか、最後まで体力が持ったとか、なんか集中力も解ききれなかったみたいな、だから精神的に強くなったんですかね、なんか、そんな感じがします。なんだ、でもここが成長したってはっきりはなんか分かんないですね、自分じゃ。なんかね、自信持って言いたいんですけど、まだそこまでいかない自分もいて、けど常に成長はしてると思います。バイバイ。
2018年に20歳になったので、なんか20歳っていうのは今までは19だったんですけど20に変わるんですよ。運がなくなるんですよ。運がそれって結構別に自分が年とかって言ってるわけじゃなくて、そういうその分かりやすいその年の取り方がすごいなんかあティーンじゃなくなるんだっていう風に思ったので、まあ自分もそういう年になったってことで、やっぱり目標を持ったらちゃんと目標を達成したいし、余裕持ちたいってやっぱ心から思ったんだったら、やっぱり余裕を持ってちゃんとできるような人になりたいなって思うので、そうですね、今と変わらず一生懸命楽しく楽しんで毎日を頑張りたいと思うので、これからも応援よろしくお願いします。